川崎新町駅は神奈川県川崎市川崎区渡り田山王町にある東日本旅客鉄道南部線支線の駅である。駅番号は JN52。かつては東海道本線浜川崎貨物支線の小田総車場が併設されており、広い構内はその名残である。単式ホーム2面2線を持つ地上駅。浜川崎方面と知って方面のホームは、 地下通路でつながっている。東駅場内より、東海道貨物線と南部線支線が合流するため、構内には、浜川崎に向かって左手から、南部支線の上り本線、道線の上り大支線、東海道貨物線の上り本線、南部支線、東海道貨物線の下り本線の計四本が走っている。東駅より、浜川崎駅までは、南部支線と東海道貨物支線が、 同じ線路を共有する。鶴見方より、東海道貨物線、新鶴見信号場、知り手方より、浜川崎支線経由で、浜川崎駅、川崎貨物駅、東京貨物ターミナル駅に発着する貨物列車が多数設定されているため、当駅を通過する貨物列車を旅客列車より頻繁に見ることができる。また、貨物列車が遅延している場合、当駅で旅客列車が 貨物列車の通過、交換待ちをすることがある。浜川崎市線、東海道貨物線は旅客列車より貨物列車の方が本数も多く、優先度が貨物列車の方が高いことが伺える。駅舎には自動券売機が一台設置されている。二千十四年十二月二十六日まで営業していた出殺窓口ではポス端末の設備があり、長距離乗車券や 指定券なども発売していた。指定駅管理の業務委託駅。自動改札機は設置されておらず、改札口での有人時間帯は駅員が収札を行っている。また簡易水下改札機が設置されている。改札を入って右手に男女共用の水洗式トイレが改札を出て右手に飲料の自販機が設置されている。エレベーターエースカレーターは設置されていない。 当駅は川崎市内にあるが JR の特定特市内制度における横浜市内の駅として扱われる。駅舎側を一番線として以下の通り2020年度の1日平均乗車人員は1134人である。2016年度から2019年度の値には運賃計算上同一駅として扱われた小田久志駅の乗車人員も含まれている。近年の推移は 下記の通り、小田一丁目二の辻2016年3月26日から2020年3月13日まで、隣駅の小田久市駅は、運賃計算上、当駅と同一駅扱いのため、当駅、小田久市駅間のみを利用する場合は、システムの関係から、スイカやパスも等の IC カード乗車券は利用できず、乗車時に乗車券を購入するか、乗車駅で、乗車駅証明書を受け取って、 公社駅で現金生産をすることになっていた。2020年3月14日以降は、小田久市駅の本設間に伴い別駅扱いとなり有効な乗車券が必要になるほか、当駅、小田久市駅間の IC カード乗車券の利用が可能となっている。注釈出店、ありがとうございます。